1987年1月から5月まで放送された毎度お騒がせします第3シリーズ。中高生を中心に性にまつわる騒動を描いたちょっとエッチなコメディドラマです。下着姿での乱闘騒ぎや下ネタが多いのがドラマの特徴でした。第3シリーズはヒットした1作目のリメイク的な内容となりましたが、演出はシリーズ中最も過激です。今回は毎度お騒がせします第3シリーズの主な出演者の現在についてご紹介します。浅野誠、沢村五郎さん。沢村五郎さん演じる浅野誠はドラマの主人公、浅野家の長男役でした。沢村五郎さんは1969年生まれです。沢村五郎さんは毎度お騒がせしますへの出演のほか、痩せ我慢で歌手デビューを果たしました。また、ドラマ中の共演者、水淵和樹さん、塩川健一さんと、東京純愛トリオとしてユニットデビューされています。沢村五郎さんについては、プライベート情報が少なく、結婚やご家族については分かっていません。沢村五郎さんは、芸能界を引退されていると思われます。浅野明夫、勝野博さん。勝野博さん演じる浅野明夫は、誠の父親役でした。勝野博さんは1949年生まれ、熊本県出身です。大学在学中にモデル活動を開始、その後役者を志し劇団へ入団しました。1974年、太陽に吠えるレギュラーに抜擢されるとブレイクし全国区となります。また1977年から1986年まで勤めたリポビタン D の CM は人気を博しました。結婚は1978年にタレントのキャシー中島さんとされ、1男2女を設けられました。勝野博さんは現在も俳優として活躍中です。浅野光子、渡辺智子さん。渡辺智子さん演じる浅野光子は誠の母親役でした。渡辺智子さんは1944年生まれ、東京都出身です。幼少時から児童合唱団に所属し、1960年に歌手デビューしました。智子のクレメンタインなどのヒット曲を出した後、女優タレントとして人気となります。結婚は1964年に歌手のジェリー・フジオさんとされ、2女を設けられましたが、1986年離婚されています。渡辺智子さんは一旦引退されたものの、現在は女優歌手として活動されています。浅野明美、芹沢直美さん。芹沢直美さん演じる浅野明美は、浅野家の長女役でした。芹沢直美さんは1965年生まれ、宮城県仙台市出身です。スカウトを機に芸能事務所入り、夏体験物語2がドラマデビューとなります。ドラマ終了2ヶ月後の1986年11月にシングルを発表し、アイドル歌手デビューしました。実舞は元おにゃんこクラブの吾妻佳代さんです。ドラマ等で人気が出ましたが、1990年代に芸能界を引退されました。現在は歯科医師と結婚され、一般人として過ごされています。内海春香、立花梨沙さん。立花梨沙さん演じる内海春香はドラマのヒロイン、内海家の長女役でした。タレント養成所を経て、1986年、ロッテ CM アイドルは君だコンテストグランプリで芸能界入り、翌年毎度お騒がせしますへの出演でデビュー、知名度が全国区となりました。また同年にデビューシングル疑問を発表、オリコン初登場2位とヒットしました。結婚は2000年に元モデルの松永信之さんとされ、男女を一人設けられています。立花梨沙さんは現在女優として活動中です。内海光介、デモン秀さん。デモン秀さん演じる内海光介は、遥かの父親役でした。デモン秀さんは1942年生まれ、東京都出身です。第6期日活ニューフェイスに合格し、1962年歌手デビュー。1968年に、後に妻となるロザンナさんとのデュオ、ヒデとロザンナを結成。デビュー曲、愛の奇跡が大ヒットしました。その後、俳優としても活躍。毎度お騒がせしますのほか、必殺仕事人などにも出演されました。
結婚は1975年にデュオを組んだロザンナさんとされ、二男一女を設けられました。デモンヒデさんは1990年結腸癌のため47歳で永眠されました。宇都夏代、今陽子さん。今陽子さん演じる宇都夏代は、遥かの母親役でした。今陽子さんは1951年生まれ、愛知県出身です。1965年、中学2年の時スカウトされ上京。1967年、歌手デビューを果たします。当初売れませんでしたが、1968年、ピンキーとキラーズを結成し発売した恋の季節が大ヒットしました。歌手として成功した後、女優業に進出し、ドラマ、舞台で活躍します。結婚は1973年にモデルの松川達也さんとされますが、わずか4年後に離婚。お子さんはおりません。今陽子さんは現在も女優タレントとして活動中です。宇都宮健、水淵和樹さん。水淵和樹さん演じる宇都宮健は、宇都宮家の長男で誠の親友役でした。水淵和樹さんは1970年生まれ東京都出身です。1985年にデビュー、学園ドラマを中心に活躍します。1987年の毎度お騒がせします出演で人気となり、歌手デビューを果たしました。結婚は1991年に実業家令嬢に婿養子として入籍されたようです。お子さんについてはよくわかっていません。水淵和樹さんはすでに芸能界を引退されています。柳田一平、島田洋七さん。島田洋七さん演じる柳田一平は、柳田家の主人で、優作の父親役でした。島田洋七さんは、1950年生まれ、広島県出身です。学生時代に見た落語や漫才に影響を受け、芸人を志します。1972年に B&B として漫才師デビューするも、当初は売れず、1975年に結成した三代目 B&B が漫才ブームを作る大ブームとなりブレイクしました。漫才ブームの後、売れない時代が続きましたが、半自伝佐賀のガバイばあちゃんで再ブレイクします。結婚は20歳の時に一般女性とされていますが、お子さんについては分かっていません。島田洋七さんは現在タレントのほか講演活動を行っています。柳田美沙、中村明子さん。中村明子さん演じる柳田美沙は優作の母親役でした。中村明子さんは1945年生まれ千葉県出身です。1962年、高校在学中にミスエールフランスコンテストに応募し、最終選考に残ったことが関係者の目に留まり芸能界入り。多数の映画に出演しますが、すぐに売れませんでしたが、1965年に歌手デビューするとヒット曲を連発。女優としても人気が出てスターの仲間入りを果たしました。中村明子さんは結婚しておらず独身です。中村明子さんは現在芸能活動をほぼしておらず引退に近い状態です。河合さゆり、高木さやさん。高木さやさん演じる河合さゆりは、誠や遥かが通う中学校の英語教師役でした。高木さやさんは1963年生まれ静岡県出身です。芸能界入りを目指し17歳で上京、芸能事務所入りしました。モデルとして活動中、グラビアが映画プロデューサーの目に留まり、1983年、さえのいる同志図主演で映画デビューしました。以降、映画、テレビドラマで女優として活躍します。結婚は1998年に歌手の中西圭蔵さんとされましたが、2000年に離婚、お子さんはいません。高木さやさんは芸能界を引退し、沖縄県石垣市でコテージを経営されています。岸正也、竹内力さん。竹内力さん演じる岸正也は、浅野明美のボーイフレンド役でした。竹内力さんは、1964年生まれ、大分県出身です。高校卒業後、銀行員となりますが、2年で退職し上京。ライブハウスでバイト中にスカウトされました。1986年に映画デビュー。その後、テレビや映画で主に好青年役を務めますが、徐々にこわもて路線へ変貌。V シネマへ多数出演し、V シネマの帝王と呼ばれるほどとなりました。
結婚は2000年に一般女性とされ、男児を一人設けられましたが離婚。2010年に再婚されています。竹内力さんは現在も俳優として活躍中です。服部真理、水島優子さん。水島優子さん演じる服部真理は、エアロビのインストラクターでセクシーなお姉さん役でした。水島優子さんは1962年生まれ、東京都出身です。深夜のお色気バラエティ番組で人気となり、以後テレビドラマバラエティ番組に多数出演しました。32歳の時、ハイヒールで否認してで作家デビュー、大胆な性描写が話題になりました。結婚は32歳の時に出版社編集長とされていますが、お子さんについては分かっていません。水島優子さんは現在、映画評論やエッセイなどの執筆活動を行われています。柳田優作、塩川健一さん。塩川健一さん演じる柳田優作は、柳田家の長男で、誠の親友役でした。塩川健一さんに関する詳しい情報は見当たらず、すでに芸能界を引退されていると思われます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。